スローキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話ししていきたいと思います。ということでですね、私の現在の保有ポジション、米ドル円ロングとニュージーランドドル円のロング、あと財布トークンという仮想通貨を持っています。あとですね、流出しましたNEMの保証の権利、コインチェックで流出しましたNEMですね。はい、ということでポジショントークになるかもということで、先週の材料を振り返ってみますと、ちょっと本当はこの1個前に、韓国と北朝鮮の、まあ、関係というか、北朝鮮が、南下してきたということで、はい、円安に一旦動いた後にこれが出ました。はい、アメリカのコーンさんという方の辞任。その後ですね、週末、はい、なんと米朝首脳会談の、発表を受けて、円安進行、これ5月ですか。ただまあ、ここもまだ予断を許さないところがあって、実際にちゃんと話が進んでいくのかっていうとことかね、まあ、会談がどうなるのか、まあ、会談がどうなるのかっていうのは、まあ、その5月なんであれば、5月です。はい。で、まあ、材料とはまあ、違うんですけども、FX の、店頭 FX のレバレッジ規制の反対の署名サイトというのが、立ち上がっています。はい、私も署名させていただきましたし、コメントを、書きました。ぜひね、阻止するためにも皆さん、ご協力お願いいたします。そして、SNS もしくはブログなどで、拡散していただけると嬉しいです。この動画概要欄に貼っておきます。そして、先週予想しましたけども、今週の月曜日に有識者会議の日程が出ました。はい。で、次の月曜日にこの第2回有識者会議があります。はい。で、ここから仮想通貨ですね。はい。まあ、先ほどちょっと、言いかけましたけども、コインチェックがついにですね、NEM 流出の、保証を開始。それとともにですね、止めていたアルトコインの、売買も開始するということで、まあ、実際どうなるんでしょうかね。まあ、私、まあ、この保証が開始されて手元にお金が戻ってきたら、まあ、そのお金は何かもう、美味しいもんでも食べようかなと思います。とりあえず、それでNEMをまた買うということは今のところしようとは思っていません。あとですね、金融庁が7社に、行政処分出しました。その中にはまたコインチェックが2度目の行政処分。あとテックビューロ、これ財布のことなんですね。あと GMO コイン、まあまあ結構大手を含んでいるっていうことで。で、まあこういった時にね、常に名前が出てこないのがビットフライヤーなんですよね。はい。で、あと、海外業者のバイナンスというところで、不正取引騒動があったそうです。まあ、どうでしょうね。利用されてる方、どれぐらいこの動画を見てる中でいらっしゃるかどうかわかりませんけども、これは無効にして、再開ということらしいです。で、この後はチャートをご覧いただきます。まず、日経225冷やしチャートですね。はい。まあ、株価の方は、まあ、結構軟調で、ここらあたり見るとですね、一応上がってはいってるんですけども、すごい上髭ばっかり出たりとか、上昇はしていても陰線とかで、まあ、どうですかね、この形。個人的にはここでは買いでは入りたくないなっていう、はい。まあそういう、まあ、見た目が汚いチャート形状になっています。で、ビットコインですね。はい。まあ先週ですね、ここの、前回の高値抜けるかどうか正念場だと。抜けそうな気がします。抜けませんでしたね。で、ダブルトップのような形になって下げていっています。ということはやっぱこのあたりは、まあ、売りのチャンスだったのかなと。ただ100万円終わったところでは買いが入っているので、まあ、こんな風に、ちょっとまあ、イレギュラーに抜けたところもあるんですけども、100万円から120万円あたりの、レンジで動くのかなという風に見えます。で、ちょっとね、アルトコインが壊滅的な、なんでしょう。価格、暴落してるんですよ。NEMとかもすごく下がっていて。で、まあ、昨日なんかもちょっと DMM ビットコインのスプレッド見たんですけども、価格が50円とかなのにスプレッド10円ぐらいあるんですよね。ちょっとさすがに手を出しづらいかなというとこですね。DMM ビットコインのスプレッドを見ていると。まあ、そのあたりもちょっと仮想通貨のサイトで書いているんで、よければまた、この動画の概要欄に URL 貼っておきます。で、米ドル円ですね。はい。だからどの辺かな、この辺かな、なんかその、はい、韓国の、と北朝鮮で、北朝鮮の、態度が軟化してどうこうで、まあ、そして、その、なぜけど、なんで、ゴーンさんか、コーンさんが辞めてどうこう、そして、米朝の、首脳会談決定で上げて、
プラス、ここ、米雇用統計もあった。その割に上がらないんですよね。逆だった時って、北朝鮮の悪い材料出た時って、2円ぐらいストンって落ちるのに、いくら上がったのこれっていうぐらいの上昇幅なんで、ただ、もうここの、105円台前半の下値固めっていうのは、もうだいぶ済んでると思うんで、またね、何かよっぽど悪い、なんか材料出ない限りは、ちょっとじわじわ戻していくのかなと。そして、108円まで、戻せるか、ここを抜けるかどうかっていうふうに、まあこれから先ね、注目したい点です。もう下押しはもういいかなと思うんですけどね。はい。で、ユーロ円ですね。こちらもまあ、レンジ抜けて、上に上がって、そしてそこからズドーっと下がって、まあさすがにここまで下がってからは、買いが入ってという感じで、はい。まあ、軸はやや上向きなのかなと。クロス円全体そんな感じなんですよね。A ポンネンも、まあ、はい、似たような感じで。はい。これもちょっと、前回の安値は下に抜けたんですけども、そこからやっぱり買い戻しが入ってという感じですね。で、ユーロドルですね。こちら、先週ですね。ダブルトップつけて、3層になるかどうかで、まあ、そんな形になりかけています。ただ、このままずるずる下に下がって、ていくっていう風にも見えないんですよね。はい。なので、ここら辺りの、レンジになるかもしれませんね。この辺りの。はい。続きまして、A ポンドドル。まあ、これちょっとユーロと比べてちょっと弱いんですけども、まあ、形は若干似ていて、はい。トレンド自体は下向きなんですけども、まあ、ちょっと、ちょこっと上に、抜けそうな感じに見えます。で、次、5ドル円ですね。いや、ほんとこれね、あんまりどこで買えとかどこで売れっていうことはもう、言えないんですけども、やっぱりこのあたり、前回のこのもうレンジのところを下抜けて、ズドッともさらに一押ししたこのあたりっていうのはもう絶好のやっぱり買いのチャンスだったのかなと。まあ、抜けたんだからさらに下に走る可能性もあるでしょって言えばそうなんですけども、そこはやっぱり5ドル円とかニュージーランドル円って、まあそこまでなかなかいかないんですよね。なのでこれちょっとデモの方で、ループユーダンの、買い、はい。動かしてるんですけども、まあ、まあ、でもですけども、あれはちょっと、なかなか会心だったなとは思ってるんですけどね。で、まあ、週末もこんな感じで、上げています。さあ、どこまで戻せるかということで、まあ、ただね、ここまですぐに戻せるかっていうと、それはちょっとまあ、きついかなとは思いますけどね。まず、ここ、そして、このあたりですかね。86.5 ぐらいですか。はい。で、ニュージーランドドル円ですね。こちら私ロング持っていますけども、まあ、ニュージーランドドル円の方は前回の安値付近で止まって、そして反転し始めたということで、ここもまあ、最近のニュージーランドドル円って結構いい感じで揉んで、上がったりしてるんで、ほんとリピートやっていると、まあ、いい感じで利益、はい、乗っていってるんですよ。なのでまあ、来週もうちょっと上に上がってきて、含み損が減ってどうこうっていう風になってくれるといいなという風に見ています。あとまあ、詳しくは、お話しませんけども、トルコリラ円も、ちょっとね、円高一服で、ちょっとじわじわっと上がっていけばいいなっていうふうに見ていますね。こちらもロング持っておられる、方多いと思うので。で、来週の私が思う重要指標などなんですけども、特に、重要と思うものはありませんでした。はい。で、スノーキーの来週の戦略です。米ドル円はやや強気。ユーロ円、A ポンド円はやや強気、5ドル円は強気、ニュージーランドル円はやや強気ということで、米ドル円クロス円に関しては、まあ、やや強気スタンス。そして、ユーロドルとね、A ポンドドルも、まあ、やや強気ということでですね、まあ、来週大きな指標がないっていうことも含めて、あとまあ、米朝、首脳会談動向とかね、まあ、あとまあ、株価が、どこまで戻せるかっていうところもちょっと見ていきたいところですね。で、あくまでもこれは私の個人的な見解をお話ししているだけなので、投資に関する最終決定は、ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、この動画概要欄に、レバレッジ規制に反対する署名サイトの URL 貼っておきますので、ぜひぜひね、私たちの力で、止めていきたいと思います。それ以外にも、いくつか URL を貼っておきます。最後までご覧いただきありがとうございました。